ユダヤ人の指導者ニコデモが夜密かにイエスのもとを訪れて、禅問答のような会話をいたします。この新しく生まれるというのはですね、実はユダヤ的概念であります。この荒野の40年の旅というのもね、実は新たに生まれてるんです。エジプトを出た大人たちの中で約束の地に入れたのはヨシュアとカレブだけで、他の人たちはみんな死んで、新たに生まれた子供だけが約束の地に入ることができたんです。彼らは神の大いなる奇跡によって奴隷状態からやっと解放されたんです。で、その次に航海を終わる奇跡を見せてもらった。シナイ山の元に来て、モーセ契約を結びました。神の民になりますって言ってみんな誓ったんです。そして約束の地を見せてもらったんです。彼らはこの約束の地に入っていったら、ね、殺されるかもしれないから、私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろうって言い出したんです。ここでね、神はですね、イスラエルの民を滅ぼすって言われたんです。神のね、ご性格というのを私たちは知る必要があります。悪と咎と罪と許すもの、しかし罰すべきものを決して許さず、これ皆さん矛盾やと思われませんでしょうか。イスラエルに対する約束をね、神は忠実に成就されて罪を許されたんですけれども、同時にですね、罪を罰しないといけない。これをですね、同時に成就するっていうのは新たに生まれるという方法しかないんです。新たに生まれるというのはどういうことなのか。生まれてこようと思って生まれた人はね、一人もおられないはずです。これ日本語で、ね、生まれるという言葉がね、自動詞なんです。動作の主語を自ら自分で完結する。ギリシャ語はですね、生むという他動詞しかないんです。動作の主体が自分でないわけですから、そのことを理解する必要がない。どこから来てどこかへ行くのかな、分からなくてもすでに成就している。神の技を信じる、神が連れて行こうというところに、私たちもアーメンと言って連れて行ってもらおうじゃないですか。